さんこんにちは高まるです。今回はこちらの巾着を編みました。大きさは横が約16センチ、縦が18センチぐらいになっています。こちら内袋をつけているんですけれども、セリアさんで購入したこちらの内袋に合わせて模様を編んでみました。こんな感じであの。 簡単な編み方で可愛く仕上がったんじゃないかなと思います。くすみカラーも可愛いと思います。よかったら編んでみてください。それでは材料の紹介をします。糸はセリアさんの UV コットン100%という糸を使用しています。カラーナンバー8番、方程表示、綿100%、重量約 20g、糸の長さ約 61m。 使用かぎ針は3から4号になっています。こちらを1玉使用しました。もう1色は UV コットンのカラーナンバー5番です。こちらも1玉使用しました。あともう1色白色はカラーナンバーが1番です。こちらも1玉使用しました。かぎ針は4号針を使用しました。 あとこちら内袋を利用していますこちらはセリアさんで購入した装飾ベースとなっている巾着のこちらのものですこちら1つ使用しましたあとループエンドも使用していますこちらはダイソーさんのループエンド茶色のものを使用しました小さい方の13ミリのものを2つ使用していますあとはハサミとじ針 マーカーなどを使用しました材料は以上になりますそれではこちらの巾着の編み方を簡単に説明しておきますはじめに底の部分から編みましたこちらは鎖の作り目を28目作って長編みで楕円を1段編んでいますこちら目数は58目になっています でそこから、えー、長編みばかりを増減なしで4段編みました。こちらの部分、ブルーのところは全部で5段編んでいます。ここから模様編みをしました。模様編みは白色とグリーンの糸を1段ごとに変えながら編んでいます。こちら全部で19段編んで、最後に1段縁編みを白色で縁編みをしています。 こちら模様の方は輪、えー、編みです同じ方向にぐるぐると袋状に編みました白色のところは細編みばかりを編んでいますこちらのグリーンのところは1目の中に長編みを2目編んでいますこちらをずっと繰り返していっています横には2目が1模様で縦には2段が1模様ですこちら2段を繰り返しました でえっと上の部分まで編みましたら内袋をつけていますこちらの内袋はあのセリアさんで購入しているんですけれどもその内袋をそのまま利用してグルーガンで留めています上の部分で留めて紐を横から出して使っていますではこちらの巾着を編んでいきますそれでは編んでいきます 糸の方は UV コットン100%のカラーナンバー5番。こちらを1本取りで、かぎ針は4号針を使用します。では、はじめに鎖の作り目を28目作ります。糸端を手前に持ってきて、左手の人差し指にかけます。親指と中指で押さえておいて、この隙間に針を入れます。手前にくるっと回して、 ねじれたところを押さえておきます糸をかけて引き抜く引き抜きましたら左手でこちら引き締めますキュッと引っ張って引き締めてくださいこちらの輪が大きいときは調整してください引っ張ってもらったら調整できますあまりきつくなりすぎないように注意してくださいではここから28数えます糸をかけて 1, 1糸をかけて2糸をかけて3それでは鎖の作り目を28目作りましたまず1段目は長編みで楕円を1段編みます長編みですので28目目の鎖の裏山ではなく 27目目1つ手前の裏山にマーカーをつけておきますこちらが1目28目目そのお隣の裏山27目目こちらに一番最初に針を入れますでえっと後ろ側の鎖目にもマーカーつけてもらってもいいと思いますこちらは28目目の鎖目です こちら最後の目、こちらもちょっと落としやすいですので糸が出ている最後の鎖目、こちらが最後の目ですでは長編みばかりですので、はじめに鎖を3目編みます1、2、3、こちらが長編みの1目目です こちらマーカーをつけておきます1目目の印です針に糸をかけて裏山にマーカーをつけておきましたこちらが2目目ですではこちらに2目目の長編みこれで1、2と2目長編みが編めています針に糸をかけて 裏山に長編み。楕円の編み方は、あの細編みの時と同じように、あの目数を増やして編んでください。土台の編み方がわからない方はリンクを貼っておきますので、そちら長編みで1段編んでみてください。 それでは1段目の編み終わりのところです。今、長編みを1段56目編んだところです。こちら、マーカーをつけておきました、この鎖目が最後の目ですので、この目に長編みを2目編みます。針に糸をかけて、この目、マーカーをつけたこの目が最後の目なので、これで57。 もう1目同じところに最後増し目ですので、1目に2目長編みを編みました。これで全部で58目になります。で、こちらで1段目編み終わりです。最後の目マーカーつけておきます。で、最初の目に引き抜きます。えっと上の鎖目でこう拾ってもらってもいいですし。向こう側の鎖半目と裏山。 向こう側の鎖半目と裏山こう2本ですね手前の1本を残してこう拾ってもいいですし初心者の方はこのまま針を入れて引き抜いてもらっても大丈夫です次の目だけあの落とさなければこれでもいいと思います次の目がこの目ですこの目だけ落とさないように気をつけてくださいでは次長編み123 長編みばかりで増減なしで編みます。増減なしでえっ、ー、と長編みを四段編んでいきますので、今から四段編みます。一目目のマーカーをつけて、次の目が長編みの頭のこの目です。長編みの頭のこの目。ここに長編み。二目目三目目と長編みの頭をひら。 で編んでいきますでまた1段編みましたらこちらに引き抜いてまた長編みを編んでと長編みばかりを増減なしで今から4段編みます目数は全部で58目ですでは長編みばかりを増減なしで4段編みました今1段目の楕円と合わせて5段底の部分を編んだところです で一度あのこちら内袋にしようと思っているあの巾着なんですけれども大きさの方を確認してみてくださいあのちょうどぐらいの大きさになっていたらいいと思います内袋の方が少し大きいくらいの方がいいと思いますこちら少し伸びますので内袋の方が少し大きいぐらいでいいと思いますではここから、えっと、模様の方を編みます糸を変えて模様を編んでいきます 次は白色に糸を変えて、えっと、細編みを一段編もうと思いますでは最後の目を残していますので最後の長編みを編んで引き抜くときに白色に変えます針に糸をかけて最後の目こちらに針を入れて長編みを 一度引き抜く。で、二本になって最後引き抜くときに白色に変えます。白色で引き抜きます。で、最後の目はこのブルーのところの長編みの頭。こちらが最後の目です。で、最初の目に引き抜きます。最初マーカーつけていますので、この目に引き抜いて。 で次の、えっと、1段目、模様編みの1段目です。こちら白色で細編みを編みます。増減なく細編みばかりを58目編みます。1目目こちらに細編み。で、マーカーをつけておきます。で、次お隣に、 細編み、長編みの頭を開っていきますではこのまま1段細編みばかりを編んでいきますそれでは白色で1段編んできたところです次はグリーンに糸を変えますこちらのブルーの糸はあのもカットしておいて大丈夫です ここからえっと白とこのグリーンとであの模様を編んでいきますのでまずえっと1段編んで最後の目細編みを編んで引き抜く時にグリーンに糸を変えます最後の目残していますこちらに針を入れて白色で持ってきて今2本かかっていますこちらを引き抜く時にグリーンで引き抜きます で、最後の目は白色のところが最後の目です。で最初の目に引き抜きます。最初の細編みの頭こちらに引き抜いて。次が2段目になります。2段目はえっと1つの目に長編みを2目編んでいきます。一番最初の編み始めのところだけ。えっとまず鎖を3目編んで。 こちらが長編みの1目目。マーカーつけておきます。で1段編んできましたら、ここでもう一度あの長編みを編んで、こちらは長編み2目になります。最初鎖3目で編んで、長編み1目の状態で次の目に行きます。こちらのマーカーまだつけておいてもらってもいいと思います。針に糸をかけて、 こちらが1目,目で1目飛ばした次の目に長編みを2目編みます。1目飛ばした次の目。こちらに長編みが1。針に糸をかけてもう一度同じ目です。この目に針を入れて 長編みが2目です針に糸をかけてこの目編みました糸目飛ばした次の目こちらに長編みを2目編みます針に糸をかけて同じ目この目に長編み この編み方を繰り返していきます糸目飛ばした次の目に長編み2目です糸目飛ばした次の目こちらに長編みが2目1、針に糸をかけて今糸が出ているこの目同じ目に長編み ではこちらを1段編んでいきます。では、模様編みの2段目の編み終わりのところです。長編みを2目編んで最後の目1。目残っていたらあの合っていますので、こちら1目飛ばして最初の目にあの長編みを編みます。こちら1目残っていたら合っています。針に糸をかけてこの。 まだマーカーつけてもらってたら最初の目です。最初の1目目のこの白いところこちらに針を入れます。もし外してしまってたらこの糸が出ている下の白の目のここに針を入れてもらったらいいと思います。針に糸をかけて 最初の目に針を入れて長編み編みます。で次は白色に糸を変えますので、引き抜く時に白色に糸を変えます。まず左側2本を引き抜いて、もう一度引き抜く時に休めておいた白色の糸で引き抜きます。でまたグリーンの糸は内側で休ませておいてください。また次の段で使います。1段ごとに変えていきます。 目最初の目こちら鎖3目で立ち上がった最初の目に引き抜きますこれで2段目が編み終わりましたこちら最後の目グリーンの糸の最後の目がこちらが最後の目になりますこちら1目目ですでは次は 白色で細編みばかりを1段編みます1目目マーカーつけておいてで次の目だけあの落とさないように気をつけてくださいこの目が2目目です長編み2つ編んでいる右側の頭この目が2目目 長編み二つ編んでいる左側。長編み二つ編んでいる右側と。細編みを編んでいきます。ではこんな感じであの長編みの頭をひらって。細編みを五十八目編みます。 では模様編み3段目の編み終わりのところです最後の目を残しています最後の細編みを編んで引き抜くときに糸を変えます最後の目に針を入れて白色を持ってきて引き抜くときにグリーンに糸を変えます休ませておいたグリーンの糸を持ち上げて引き抜きます で最後の白色の鎖のところが最後の目ですこちらで次はグリーンで編んでいきますグリーンでまず最初の目に引き抜きます細編みの頭こちらですねこちらに針を入れて引き抜くで次4段目になります 4段目は長編み2目を編んでいくんですけれども最初だけ1目めだけは長編み1目で編み始めます。鎖3目が長編みの1目め目目目のマーカーつけておいて1目めのこの白色の細編みの頭もあのこちらに最後に針入れますのであのマーカーつけたままにしてもらってもいいと思います。で また、えっと、この目が1目目1目飛ばした次の目に長編みを2目長編み1もう1目同じ目に長編み針に糸をかけて1目飛ばした次の目に長編みもう1目同じ目に長編み と編みますこの段もまた1段編んできましたら最後のこの白色のところに針を入れて長編みもう一目編んでこちらに引き抜きますで糸の方は1段ごとに糸を変えながら編みますではこの2段を繰り返していきます白色とグリーンのこの2段を繰り返して上へ上へと編んでいこうと思います では模様編みを19段編みました。最後白色の糸で細編みを編んだ段で終わっています。であと1段縁編みをしようと思います。縁編みはこのまま白色の糸であの1段編みます。編み方はえ鎖2つ編んでえと1目飛ばした次の目に引き抜く。 1, 1。目飛ばした次の目に引き抜くというのを繰り返していきます。こちら最初の目と最後の目にマーカー付けています。こちらあのそのまま置いておいてもらったらいいかなと思います。えっと。では最初鎖を2目編んでこのマーカー付けている目が1目目なので、こちらを飛ばして次の目に針を入れてこのまま引き抜きます。 で次にまた鎖が2目、1目飛ばした次の目に針を入れて、このまま引き抜きます。鎖が2目、1目飛ばした次の目、こちらに引き抜く。この編み方を1段繰り返していきます。 それでは、縁編みを一段編みました。最後の目に引き抜いたところです。では、えっ、ー、と、このまま、あとは糸処理をします。最後の目に引き抜いて、適当な長さに糸をカットして。このまま引き抜きます。で、とじ針に糸を通します。通しましたら、こちら。 最初の目がこの目なので。最初の目に向こうに向かって通したいので、こう向こうに向かって通して。あとは内側で糸処理をしておきます。こちら細編みの足のところで。しています。あのしやすいところでしてもらったらいいと思います。 は他にも糸処理するところありますので糸処理をして仕上げの方に進みたいと思いますではこちら巾着本体の方は仕上がりましたのであとはこの内袋をセットしてグルーガンで留めようと思います内側にセットしてグルーガンでつけようと思います あとあのー、こちらの紐の方結んでありますのでこちらはほどいてこの長編みを編んだ段に通してあの使おうと思います。先にあのグルーガンで留めてから紐を通してとあのー、仕上げの方に進んでいきます。それではこちら内袋をグルーガンで付けて仕上がりました。この上の白いところで。 あの止めています。もう一番上のところにグルーガンをつけて止めておきました。こちらの紐はこの長編みを編んだところに出しています。で最後紐を結ぶときにあのループエンドつけてみました。こちらダークブラウンのループエンドです。あとワンポイントにタグをつけました。こんな感じのあの模様になっています。 あ,のあまり難しい模様ではないので編みやすいかなと思うんですけれどもくすみカラーで可愛く仕上がりました。よかったら編んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。